マンダム秋のプレゼント、店頭のスピードくじでウィンドブレーカー、高級工具、そして特製大金がその場で当たります。今マンダムは男のおしゃれ用品プレゼント、マンダムセーラキバ、いや笑いすぎた後すぐこれが始まったらやりにくいですね。はい、それじゃあちょっとこれもうわー、すごいハガキの量、はい、うわーすごい、実はこのハガキは何かって言いますと、先週タロットカードやって、一組しかないんですけども、はい、ここで使いましたタロットカード、1名ですけど差し上げますよって言うと、本当にこんだけもらいまして、どれくらいの2000枚くらいあるんですかね、2000分の1、どうしましょうか、でチンペイ君、はい、これもう選んでいいですか、どうしましょう、これバッとこうやってますから、はい、それでも好きな1枚目つぶります、探しておいて、出ました、あなた東京都中野区、はい、もし名前を言うなら本名で読まないでくださいって書いてるんですね、ゆかさん、東京都中野区のゆかさん、あ、東京都中野区のゆかさん、ゆかさん、この方タロットカードおめでとうください、バンバン好き、ね、彼女に責任持って僕の方から、はい、送りますので、名前、他の当たらなかった約1999名の皆さん、すいませんでしたね、また何かの機会でタロットカードをね、今度もうちょっと何か多い時にね申し訳ないですね、なんか悪い、こんな来ると思わなかったんで、本当にね、本当に惜しかった、松戸市の篠由紀子さん、言ってあげるなよ。そんなもんな、田中、はい、君もなるということでありまして、先週でタロットカード終わったんですけれども、はい、今週はですね、はいはい、また新たな話題でいくんですけれども、最近燃えてますか、ね、燃えてますね、久しぶり、バイオリズムって知ってますか、こういう曲線でしょ、そう、言葉は知ってるけれども、はい、意外とみんな詳しく知らない人が多いんじゃないかな、オルガスムスだったあ、違うんです突然何を言うんだよ似てますけど、バイオリズムっていうね、はい、これは人間のその生命のリズムっていうもんなんですけれども、感情と感情でしょ、理性と知性、知性それから体、身体ね、この3つがですね、気がなくなり嫌にイライラした毎日が続きそうですね、手鏡で、はい、一人でやろう、マス鏡そんな趣味あるんですか、いやマス鏡ってこれ文学ですか、ね、あ、そうですか、はい、双子座、ジェミニ、今週の心変わりが、恋人の心変わりがあるかもしれません、冷静にね、スカーフ、白いスカーフ、木綿のハンカチーフ、赤いハイヒール、ヒット曲シリーズ、そうですね、はい、太田裕美さん、ひろみちゃん、カニ座、キャンサー、友人から物を頼まれそうです、気楽に引き受けないことですね、はい、紙風船、うん、負けるな頑張れハイファイセットに獅子座、レオ、自分の思惑とは違った方向に物事が運ぶかもしれません、スイカとは、うん、関係ないよイルカ乙女座、バーゴ、家庭内のトラブルに巻き込まれるかもしれませんね、絆創膏、絆創膏、うん、ちょっと似てる、装甲車似てない、天秤座、ライブラ、何も変わったことが起こらず平穏無事な1週間になりそうですね、ソーセージ、ソーセージ、うん、ちょっと似てるな終わりです、こう、はい、わかりますね、あなたが、あ、じゃあサソリだ、スコーピオン、あなたが大切にしているものをなくす恐れがあります、爪切りに、うん、関係ないよ、缶切り、いて座、邪魔くなってたイタリア、しっかりした考えを持たないと周りに負けてしまいますね、ロードショーちょっとよく似た道路情報ヤギ座、カプリコーン、今週は新しい計画を立てない方がうまくいきそうですね、ラブレター、うん、砂に書いたわパッドブーン、さっきかかりましたね、かかりました、水亀座、アクエリアス、あまりがむしゃらに突き進むのはあなたが嫌われる原因です、うな重
うな重は、はい、あ、うな重を、うん、お食べて増えたよ体重。さあ、魚座、魚座 PC、今週は忍耐力を必要としてですね、カットを来ないで我慢してください、はい、懐中時計、懐中時計、うん、アクアラング、うん、潜水メガネ、うん、酸素ボンベ、うん、懐中時計、もうめちゃくちゃ。くずれパンダのバースデーコーナー。谷村さん、こんばんは。初めてのハガキですけど絶対読んでください。純子さんへ、誕生日おめでとう。来年まで長いけど合格したら一緒に祝杯をあげてくださいね。やっと仲直りした素晴らしい彼のためにも私たちのためにも早く女に目覚めるんだよ。19歳おめでとう。これからもよろしくね。バンバンのコーナー。あのテーマ決定いたしまして、この曲でこれ何や、これハイエナがねメス呼んでるらしいんですうるさいなさて、はい、バンバンのコーナー、ハイエナコーナー、先週幸福の写真を呼びかけましたところ、なんとものすごい数のいただいたんですけども、はい、今のチッペ君の返事でも分かるように弾んでない、はい、何にも面白くも何ともない、これぐらいの程度だったら幸せになれない、そう、ね、雑誌見りゃいくらでも載ってる、そうなんです、雑誌を破ってね、そう、これ何が幸福の写真やと今日何が言いたい、いやいや、もっとはっきり言おう、いやもう本当にね、うん、もっと幸せにしてほしい、そう、ね、ね、もっと幸せになりたいコーナーです、とりあえずあの今回のやつは、はい、みんなペケポンで、せーの、今回初めてまともに破っております、言っちゃいかん、あ、言っちゃいかん、一応破りましたね、はい、はい、今日は本当に破りました、そこの部分ちゃんと破っとかんと、はい、先だけで、はい、さて、バンバンの雑学ですけどもね、はい、先週お約束した通り、うん、今週は毛についてやりたいと思います、毛に、はい、毛、はい、さあ、行こう、よくね、毛をヒゲとかいろんなとこを剃ると濃くなるという話があるでしょうか、うん、あれは嘘ですね、あ、よく知ってますね、はい、あれはね嘘なんですよね、嘘です、だからね普通女性はね、あの濃くなる濃くなるって言って剃らない人が多いけど、せーやーバンバのコーナー夏です、毎回違うように聞こえますね、同じなんですかね、同じですか、これずっともうすごくあれありますね、新鮮ですね、新鮮ですね、これ新曲これにしたかったのに真夏の遠吠えさて、まず不幸のね、はい、手紙手紙、久しぶりに、はい、4枚ですね、4枚ですね、だいぶ減りました、はい、はい、よしますでしょうね、それからあの幸せの写真、はい、どうなってます、あ、ここにねちょこっとだけあるんですか、少しもう点検してみました、はい、今日だいたい今日点検いたしましたが、あまり微笑みはない感じです、あ、そうですか、はい、じゃあ期待しない、はい、まああの処分いたします、はい、こちらの方いたしますね、はい、困ってる人はどんどん送ってきていいんですよ、そうですよ、処分に困ってる人はまだ持ってますよね、絶対ね、日本物は谷村、洋物はバンバン、毎回狂って叫んでます、はい、はい、鶏も待ってますかさてですね、はい、先週あのやりました面白い記録を、バンバのコーナー、なんかいいと思うよね、本当に新鮮ですね、あ、先週、はい、あのバンバのコーナー宛てに、あの何も宛先書かずに、文化放送牛これで来るかどうかなんて言いました、うん、
来てます。なんで100枚ほど届いてます。なんで文化放送牛って書いてあるだけで本当に来てますね。来てますよあんた。ほら文化放送牛の係ね。見事に文化放送牛様、文化放送牛行きこれで全部バンバさんとこ届いてます。大したもんです ね、 ねえ。これハガキより分ける人もやっぱり分かってるんですね他に牛はいないの。いないんですよ。これはどうなの。なぎらとこ行くかなと思ったんですけど、ね、僕もそう思って期待したんですけど、ね、でも何枚か向こう行ってるんじゃないですかどうもありがとうございました、はいはい。ということでチンペイ君、はい。この前ね大阪の方ね番組やってますけど、あれね一緒にやってる番組来なかったね。実はな、どうやねん実はね飛行機がね、うん、火吹きましてね。火吹いた離陸寸前に、うん、右の翼が火吹きまして、みんな乗ってたでしょ。みんな乗ってた太陽が反射して、あ面白いね面白いそれでその夜、うん、大阪で番組やる予定だったんですけども、飛行機が火吹きまして、うん、行けなくなって、そうで急遽そのままとんぼ帰りしてきまして、東京へ。で文化放送の、うん、横のスタジオから、うん、大阪のラインでね、スタジオへライン繋いでもらって生放送したんですけど、本当、ね、死ぬかと思いました。怖いですね。それでねその一瞬ねガガガガンって衝撃いた時にね、さあでバンバン大丈夫ですか。はい、はい、それじゃあ今月の歌をお送りしましょうね。青い山脈お父さん笑ってないで。オーケストラ行け。でもガラスですね。これね関西で一番ギターテクニックがあった人なんでしょ。そうですか。あった人ですか。昔はね。それから進歩がないの。進歩がないだけなんです。ね、ちょっと音がね、いいとんでもないです。いや男のキーに合わせてしまって。もし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 、あ、チンペイ君。はいはい。あ、どこですか今。ね、今ローマ。ローマ、うん、イタリア。イタリア。あ、本当に今、はいはい、そっちは何時頃ですか。こっちはね、うん、時間ね、ちょっと待ってね、時計が6時半夕方の。夕方の。へえ、今そこはどこにいるんですか。ここはね、うん、ローマの、ビスコンティパレスっていうねホテルの一室なんです。はあ、どうですかそっちのヨーロッパの方は。いやー、本当に外国人ばっかりでね。うん、当たり前。いや、本当にもうヘビーですよ。ヘビーですか。もう情報に飢えてましてね他に何か日本語がもう喋られへんから。ああ、バンバンの縁切りデラが出たん知ってますか。えお前国際電話で下手な冗談言うな。こら冗談ないよえ本当に出てんねや。何が縁切りデラ。縁切りデラ、うん、どうしたあかんわもう。いや聞こえへんねよちゃんと。そうか、ね、とりあえず、気をつけてね。うん、この先行ってください。はい、ね、それでまた、バンバン、はい、起きてる起きてる、はい、よし今ね、はい、哲也君と話してたんだけどね我々はほらスタジオでね高校たる明かりの元でね、明かりの元でわーっ
と盛り上がったけど、バンバンお前一人ホテルで受話器持って浴衣着てね、浴衣着てるやろ今曲かかってる時何考えてた？ちょっと寂しいですよ。でもこれからどうやって生活していくかとかさ、そんなこと頭よぎるやろ。よぎる。よし、また第2部いきます。はい、はい、中日をガモにしている読売巨人軍ね、ペンネーム。セイラこんばんは。こんばんは。電気ガマです炊飯釜ですちょっとアドリブ遅れましたですね。ちょっと拍手が入ったんでね、はい、一瞬気を止めて、あ、そうかそうか、すぐ行こうと思ったんです。今日はあの笑い声であずささんも参加していただきたい。そうですね、今日はここ、ね、この方でしょ、さっきから言ってる。そうなのよ面白い顔、なんでもない面白い顔じゃない、面白い顔、いやいやいや、肩雰囲気の面白い肩と顔でえらく違いますからね顔もね、はい、それじゃあの面白くないのは笑っていただかなくて結構ですから、ね、あ、そう、はい、シリアスからずっと外国からのお手紙が多いんでびっくりしてた。時間が伸びそうなん で、ね、極力、ね、無視するところは無視していきたいと思います、はい、帰ろうかな大分県佐伯市は、はい、ペンネームシャゲバンバンさんからいただきました、はい、セイヤングで桃太郎の劇をすることになりました。配役 桃太郎落合恵子、犬井上潤、猿千田光雄、キジ甲斐義弘、鬼バンバン谷村、僕は何になるんですかディレクターの。お前きびだんごだよついてるよい。続きまして、はい、ペンネームネズミに産ませた象の赤ちゃん、はい、バンバンが突如歌手を引退するという発表をニュースで聞いた3人の会話。天才、まさか哀愁を歌わせたらピカイチと言われるバンバンが辞めるなんてフォーク界の大損失じゃないか。仲裁、そんなバカな、新曲の縁切り寺がヒットチャート急上昇のこの時期に辞めるなんて何かの間違いだろう、うん、バカ、嘘だ嘘だ、騙されるもんか、誰が何と言ったって僕は信じないぞ、バンバンが歌手だったなんてどういう意味やねん。ついております昔懐かしい色とりどりの10円ピックさんからいただきました。はい、ここ CBS ソニーレコード企画会議ではバンバンの縁切り棚の売れ行きが不審なため、はい、どうするか話し合われております。どうやらバンバンが坊主頭となって廃盤は免れた様子です。あ、今新しい方針が決まったようです。はい、大きくイメージチェンジのバンバン。バンバンはご家庭の友達です。フリスビー用プラスチック製縁切り寺お茶のお供にどうぞ、せんべい製縁切り寺10枚1袋、また奥様に陶器製お皿用縁切り寺、漆塗りお盆用縁切り寺もあります。お求めはお近くの雑貨屋で、レコード店では売っておりません。 CBS ソニー、続きまして、はい、ペンネーム頭にこけしの食い込んだ亀。え、いやいや特報、日本にいたオリバー、はい、ね、はい、アナ、今日はその怪物と付き合っていたアリスのリーダー谷村さんに聞いてみましょう、はい、谷村、バンバ君はいつも人前で小汚い靴をめったに脱がないんです。アナウンサー、それがどうかしたんですか。いや、ついね、彼が靴を脱いだ時見たんですよ、軍手を履いた足を続きまして今度は、はい、これはね、500円札がギターなら鉛筆はピックっていうペンネームの方ね、はい、楽屋受け希望、音楽関係者のみに受けるおはがきです、ね、はい、君たち谷村新司の顔をどう思うかね、うん、そうですね、元がフェンダー系の顔だからそれにファズを使いすぎですね分かる。続きまして、ついてる、アリスの金ちゃんはどうかね、うん、ワウワウの使いすぎですその人、いやいや、うちのメンバーなんでいるんですよ、その人、説明しないと苦しいんです。続きまして、ベイアン、ベイアンというのもう一人いるんですよね。ベイアンは PA が悪いですね。じゃあバンバンは、うん、最新式のシンセサイザーをお猿がいじってるようなもんですよめちゃくちゃかも、僕は違うから岩渕正幸と意外に幼いゴルフをやっている小室仁志、はい、っていうペンネームですよ。バンバンとチンペイが初めてデパートに行きました。バンバン、大きいところだな。チンペイ、やっぱりよろずやよりは人がいるな、うん、そう話しながらバンバンが上りのエスカレーターに足をかけた。バンバン、うわ、助けてくれ、連れて行かれる。叫び声も虚しく、バンバンはペット売り場へと連れて行かれた。係員、おい、うちではガスクジラなんて扱っていないぞ。その時谷村新司はバンバンを助けようと下りのエスカレーターを必死に駆け上っていた
続きまして今度は一部の最後ですけども、はい、ペンネームとっても素敵な蛇のネックレスさんからいただきまして、ここは再来日した元ビートルズのリンゴの記者会見会場。リンゴに対する記者たちの質問が繰り返されていたと、そこへ突如3人組が踊り込んできた。ここからは実況アナウンサーの中継です。あ、3人組何か歌いながら会場内を飛び回っております。なんと今はもう誰もです。アリスでしょうか。もうめちゃくちゃに暴れ回っております。手がつけられません。リンゴは何も言えずただ呆然としております。お、記者の一人がキャラメルをやるとおとなしくなって、あ、帰っていきます。あ、どうしたことでしょう。あ、なんとまた入ってきました。3人組ではありません、2人組です。今度は縁切りだらを歌いながらめちゃくちゃに暴れております。これもキャラメルをあげるとおとなしく帰っていきました。どうもあの3人組はこの間音楽祭に現れたのと同一グループでしょうか。次はどこのに現れるんでしょうかね。縁切りだらっての何すいません、これもうちょっとしたらあのこれって説明したいと思います。俺が縁切りだら、コマ撮り姉妹が歌います。こんばんは、こんばんは、自由の女神です。西郷輝彦の西郷輝彦は間違い、俺アドリブ聞かせて西郷何やったっけ、西郷高森の、それを言おうとしたんです。どうぞですって言いたかったわけ、あ、すいません、とっさに思い浮かばない、はい、本当に考えたやろずっといや俺はもう何言おうか思ってずっとこれが楽しみです。しかしもう当たるけど、さあ2部に行きます、はい、行きましょう。ペンネーム横浜 YMCA 予備校の星、赤トンボに、からかわれて怒る熊、意味なしフレーズがたくさん聞こえましたね、はい。一度に3人できるキングギドラのフェラチオ三つかわちょっと難しいですけどね。陰菌にわさび醤油を塗ってのけぞるイカなんか分かるフレーズでしょ。どこがたい、あ、バンバンだと指を刺され真っ赤になって怒るガラモンガラモンまだあるんですよ、はい。婚約発表はもう少し待ってとバンバンに頼むチラノザウルスや何難しいんですよ最近うちは。続きまして匿名見えそうで見えないクラゲの金玉いただきました。なんでもない、なんかすんなり言っちゃうのね。だからそこで止まらなければ気にならない、止まるから、はい、見えそうで見えないクラゲの金玉いただきました。言わんと意味なしフレーズ、はい、どうぞ。死ぬまで吹きまくるすっぽんの尺八え、ね、怖い人さらさら死ぬまで何吹きまくる。続きましてペンネーム顔面膣男その1つけないわ、いちいちヘビですね今日は。めったに見られぬチンボの皮の裏の血管えやりにくい、やりにくい今日へーへー言われると横でその2、カネボウ、はい、黒い瞳に対抗する資生堂揺れてるおぼぼやおぼべ、いや、なんでいちいちそうほらスッと聞き流してスッと何おぼべおぼべあ、答えもう終わってんの。続きまして おいやいやおぼべちゃらおぼべもう次へ進まんと、はい、次行きますからね。おぼぼだって美人っていうこと、美人、そう、え、美人ね。東京都足立区のある方からいただきました。もういやスッと行きます。スッ、質問は後で改めてゆっくり、はい。ここは盛り上がっている甲子園球場です、はい。バッター高田、ピッチャー江本、ツーアウト満塁です。ピッチャー江本第一球投げました。あっとトカゲを投げましたトカゲの嫌いな高田、思わず避けて見送りのストライクです。解説者のズワイガニさん、次は江本はどこを攻めますかね。解説者、多分インコース低めガヨルだと思いますいやいやそう言われても気にしないで進めますからね。いいですね。2時なんでちょっと聞いたいもん。トカゲって何やだ教えてよ。2時になりました。いいわ何時でもいいの、私は仕事ないんだからゆっくり待ってください。もう1枚ハガキありますんでね。それがなんでトカゲとインコースと なんでインコースってなんでなんとかしてください。これそういう問題じゃないんですよ。私タイトルこと知ってるわよ。いや知ってる知らないの問題じゃなくて、ただ単におかしくないの問題の。
何、ま、何もおかしいのよ、ちょっともおかしくないわ。まだ続いてるんですよ、これ。あ、そう、じゃあ早く言ってよ、お願い。なんかこの後も受けそうにないな。そうです。多分インコース低めカエルだと思います。あ、まだそれ。あ、そうですか。さて、江本第2球投げました。あ、高田の顔が青くなりました。アウトコースいっぱいにスルムを吐いたサイです。もうやめとこう。余計に次行きますからね。はい、悩まないでください。ペンネーム、盛り上がる西安号を聞き、惨めな思いに一人涙する山本裕二、はい、いただきました。巨人阪神18回戦もいよいよ大詰めを迎え、はい、9回裏1点をリードされた巨人最後の攻撃は、はい、西二塁でバッターは高田、ピッチャーアニア第1球を投げました。高田打った三塁ゴロ、当たり損れの三塁ゴロです。サード掛布ダッシュ、あっと、この時一塁側スタンドから数十個、いや数百個のボールが掛布めがけて投げ込まれました。無数の白球が掛布の前にばらまかれ、さあどれが本物かわからない、掛布うろたえております。この間にランナーの柴田ホームイン、打った高田も二塁から三塁へ、三塁も待った、掛布はまだ本物がわからない、今高田もホームイン、さよなら、巨人逆転さよなら勝ちです。しかし収まらないのは阪神、激怒した吉田監督以下全選手が審判に激しく抗議しております。あ、吉田監督アンパイアを突き飛ばした。今これを見て興奮したファンが一人スタンドから飛び降り、この一段めがけて全力疾走です。手に何か持っております。係員の制止を振り切り、この男審判団と選手の中へ割って入り、何か叫んでおります。聞いてみましょう。いや、どうもドッキリカメラでしたよ。それじゃあ次行きたいと思います。どうすりゃいいんでしょうね。山田太郎さん、新聞少年、そのハンキ持って帰ってください。そろそろティータイムの時間がやってまいりました。まだ読んでますよ、まだ読んでおりますけど。真剣に読んでますよ。とりあえずあのティータイムが遅れましたんで。じゃあバンバン、はい、ティータイムをしたいと思います。じゃあ皆さんお待たせいたしましたね。乾杯。乾杯。どこ開けてんの。いや今ね、シャツのボタンが取れたんだ。あ、そうか、僕、はい、ズボンのチャック下ろすのか。あ、身の危険をかえ。さあ、あ、ちえちゃん、はい、コーヒーをお持ちしてくださいよ。はい、はい、もうあと30秒ですからね。そうですよ。はい、僕はお砂糖なし、バンバンが角砂糖8つ。甘党なんですね、バンバンね。そうでもないですよ。そうですか。2つぐらいの格差。あと10秒ぐらいですね、はい、そろそろ皆さんコーヒーの用意ができているかもわかりませんね。いいですか、用意は。久しぶりですね、時間内でティータイムに移れる、ね、感動を胸に、はい、それでは、せーの、乾杯。パオーン。君、スターダストかかってるから、ほら雰囲気ちょっと盛り上げてください。えらい病気やな、しかし。ギンギン言っておりますけども。コーヒーでも落ち着いてくださいね、はい。動物飼ってるみたい。コーヒーこぼれて飲まれ、熱っ。さあバンバン、ほらコーヒーの中早い落ちて。時計こうて。よだれまで垂らして。札幌がね、雪降ってたんですよ。知ってます？あの月曜日どこにいたんですか、バンバン。月、うん、お、帯広。あ、そっちも北海道に？え、北海道行ってました。いいでしょう、今あの枯葉の季節で。そう、いや、それよりもね、もう帯広からあの札幌向かう汽車の途中、うん、雪積もってたんですもん、うん、一面こう雪原っていうか。雪原、びっくりしました。君にしては難しい単語を使うね。雪原。雪原、そう、雪原。ええ、止まったんだね、列車。
広島大学附属高等学校で英語を担当している下永田です。全体の意味を一通り考えて、それから単語、熟語、構文を考えていきましょう。受験、受験、研究者。マリンブルーの海、ひまわりの黄色、眩しい夏、東京フラワーとあなたの季節。ショートパンツとブラウス、素肌とブラウス、夏、ブラウスとあなたの恋が燃えるとき。おしゃれさん、東京フラワーよ。落合恵子でした。西島美恵子の池上線が走る街に、あなたは二度と来ないのね。池上線に揺られながら、西島美恵子の池上線。おはがきを紹介しましょうね。初めて5分間ポルノを見てしまった女の子さんからいただきましたよ。前略、ツツジの花も少し色あせ、本当に初夏らしくなってきましたが、いかがお過ごしですか。